ギオルギー・イワノフは初めて宇宙を訪れたブルガリア人である。1990年にブルガリアの国会議員になった。イワノフはロベチで生まれドルナミトロポリアの空軍学校に通った。5年間の収容期限を終えブルガリア陸軍に入りパイロットとなった。数年後彼は教官兼部隊長になった。1978年に ソビエト連邦の宇宙プログラムであるインターコスモスに参加するとすぐに自分の名字カカロフがロシア語で悪い意味を持つことからイワノフに改名した。厳しい訓練を終え、イワノフはインターコスモスプログラムの4番目のミッションに選ばれた。彼はソ連の宇宙飛行士ニコライ・ルカビシュニコフと共にソユーズ33号のミッションの一部として バイコヌール宇宙基地から1979年4月10日17時34分 GMT に打ち上げられた。打ち上げは成功したが、エンジンの損傷により予定されていたサルート6号との軌道上でのドッキングが行えなかった。イワノフとルカビッシュニコフにできたのは地球への帰還を早める決断を下すことだけだった。他の技術的な問題により、 着陸の際には9時以上の負荷がかかった。最終的にソユーズ33号は1日と23時間1分で地球を31周してジェズカズガンの3 2 0トル南東に着陸した。イワノフは1979年4月13日にソ連邦英雄を受賞した。また宇宙工学の博士号を授与された。彼は後に ブルガリアの国会議員に立候補し、新しい民主憲法の策定にも参画した。1993年以降、イワノフはエアーソフィア・リミテッドの取締役を務めている。1982年にはナターリア・ラウザノバと結婚し、1967年生まれの一人の娘兄がいる。後に彼らは離婚し、リディアと再婚して1984年に、 息子イヴァンが生まれた。趣味はスキー、釣り、ゴルフである。アソシエーション・オブ・ザ・スペース・エクスプローラーズのメンバーであり、フューチャー・イン・スペース・ファンデーションを設立した。ギオルギー・イワノフ。http コロンスラッシュスラッシュ w w s p a c e t s i n f o スラッシュビオススラッシュインターナショナルスラッシュインクリッシュスラッシュイワノフケオルギー。htm ありがとうございます。